然違う。股関節から膝、足首、このライン揃える。今見て分かります？そうなんですよ。膝がちょっと内に入っちゃってるね。なので、要は股関節が出力ですね、はい、上げていきたいんですけど、走るとき、膝のところって結構やっぱ半分意識するじゃないですか。でも無理に使おうと思うと、変な力み生まれてあんまパワー生まれないんですよ。そうなってくると、後ろ後ろになっちゃうんですよね、はい。で、今回はもちろん後ろの刃物も大事なんですけど、前からの引き上げのパワー、股関節をこう、前に持っていく力をちょっとつけていきたいなと思います。そうですね。ちょっと3段階かけて。あれもね、ちょっと手こずりした、手こずりした。はい、容器に入ります。まず一つですね。先ほどもちょっとやったんですけど、まずここ、これまずゼロの段階ですけど、股関節上げて落として引き上げる。この股関節がちょっと動かされてる感じ。すごい大事。まずこれ、ちょっと。ちゃんと地面から跳ね返ってきてるよってことですね。今度は、まずは右から引き上げる感じに引き出した。で、この時に股関節だけ動いてる。要は、無理に引き上げると、落ちちゃったりするのをするのをグッと落ちちゃって、だいたい股関節使うときはこの仙骨を押せる。股関節が方向性を作りつつ、仙骨が最後の通しをグッと押し上げてあげると綺麗な方向だけど、はい、この足を上げるというか股関節を横に持ってきてもう落ちたから太ももじゃなくてこの股関節が、はい、ここの付け根だよね。この時も向きにもちょっと意識してほしい。これがパッとこうちょっとインサイド寄りに入ってくる傾向が微妙に体が無意識にその修正はしてくれるんですよ。こうなったとしてもちょっと時にはまっすぐつくようにしてくれるんだけど、要はそのこのムラはめっちゃ疲れるわけですよね。だからその分がバチーンってなったりするので、目的の動きだけを引き出して上げられるようになる。使用頻度の差です。だから右側もやっぱり蹴る動作で、こう股関節を動かしまくってるんで、連動が違うんですよ、やっぱりどうしても。利き足がやっぱりどうしても強くなってくるんですけど、それに合わせてあげないと、速さ作るときもこっち100でこっち70だったら、スピードって70になるんですよ。100に合わせていったら曲がっちゃうんですよ、はい。これをまず上に持っていくと、それが一番分かりやすいんですよ。このまま上に引き上げるんですけど、これをこのまま。要は後ろで蹴ってジャンプじゃなくて、こっちの上の足で引き上げたんです。そう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 。で、この時に力んで振ってなると落ちるんです。ちょっとまだ体がほっと倒れちゃってるんで、その時多分腹筋が邪魔してるので、あとはね、股関節の筋肉振ってあげて、仙骨でグッと押し上げてあげると、体が丸まらないので。はい。変に力む瞬間があると、飛べない、落ちちゃうんです。ここでセーブかけちゃう。これがまず1台目。これを今度前に、はい、前に持ってくるのは、要はこれ上に上げたり、はい、これを前に、はい、まずは一発の動きで、ここからちょっとこう振ってもいいんで、ここから前に、そうですね、出力がそのままパワーになる。だから右の方が鋭いですよね、うん、左の方がふわってなってる分の弱さが揃ってくればガッと両方とも同じレベルにいける。ふわっといきますよね。左の場合右でも一回行ってみましょうか。右
右だとほら鋭いんですよ、この手足がプッて出るんですけど、左の場合だとこうっていう感じになっちゃうんで、股関節のここの引き上げのパワー、瞬発的に出せる実力がちょっと、あ、そうそう、今の感じ弱いですね。今いきなりまあパワーは上がらないので、その方が多少がね、またさっきと同じように前に進んでみましょう。はい、せーの、かなり良かったですね、今のでバッチリで。奥方向とか、はい、ここで支えるんで、はい、おお、そうそうそう、ほら、おお、オッケー、バッチリ、ごめんごめん、ケンジュース、いやー、もううまくいったと思った、バッチリ、ケンジュースね、そこのままピッチャーとかなって、ここまで、それがこの方向だけでも違いない、足もだから綺麗にスピードにつながりますから、要は推進力とパワーって当たられてくるのが強かったです、はい、走ってても相手が来たところで腹に来られてそのまま走れるので負けないじゃないですか。で、余裕があって走ってる体がこっち、最初はなんか勢いがやっぱあったんですけど、これはもうパンとした動き、はい、それは当たり前にしてって、試合でも美味しいパスみたいな感じ。はい。全然違う。